近年、LGBTQ の問題が取り上げられる機会が多くなったことから、同性愛など性的マイノリティという概念は最近出てきたものと思われがちですが、世界史を見るとそういうわけではありません。特に男色、つまり男性同士の同性愛は古代から世界各地で行われており、日本もその例外ではありませんでした。それどころか、男色は普通という時代の方が長かったと言っても差し支えありません。実は大河ドラマでもそういった描写が描かれていたりもしています。今回はなかなか教科書では取り上げられない、日本における男色の歴史について見ていきましょう。日本において男色の最初の記録は、なんと日本に現存する最古の歴史書の一つ、日本書紀にあるとされています。そこには神官の篠羽振と天野の羽振が、麗しき友、つまり性的関係のある親友の間柄で、篠羽振の病死を悲しんだ天野の振が、後を追い自殺したという話が残っています。また、すべてを男色と決めつけることはできませんが、日本書紀には、天皇が男性を寵愛したなんて記述が多数。日本書紀以降の万葉集や伊勢物語、源氏物語など、奈良、平安時代の有名な文学作品にも男色について記述がありました。そのため、この時代から男色が当たり前のように行われていたと推測できるでしょう。特に流行していたのが仏教のお寺において、古くから寺院においては女人禁制の掟があり、明治維新になるまで妻帯や女性と性行為をすることを禁じていた宗派も多く存在していました。奈良時代の僧侶たちが読んでいた四分律という仏教の経典には、性行為を淫秽として戒めており、異性、同性に関わらず、あらゆる性行為が禁止されていました。じゃあ、男色もアウトなのでは？と思われるかもしれませんが、仏教ではどちらかといえば、女性との性行為を嫌う性質の方が強く、徐々に男色が許されるようになります。そのため、女性が容易に見つからない状況下において、同性を性的対象とみなす機会が多くなり、男色が盛んになりました。さらに平安時代になると、僧侶と髪を切る前の少年修行僧である、稚児との間の男色が流行します。これはあの空海が中国留学から持ち帰ったとも言われています。しまいには天台宗などでは、僧と稚児の初夜の前に、稚児勘定なる儀式が行われ、勘定を受けた稚児は、観音菩薩の化身として、その行為を正当化したなんて話も。また、平安時代末期になると、男色は公家でも行われるようになります。特に知られているのが、保元の乱を引き起こした藤原の頼長。彼は自身の日記、大記に男色エピソードを多く残しており、彼が関係を持った男性の数は、確認できるだけでも最低7人。しかも、源の成政なる人物に至っては、頼長の父、忠真とも関係があったといいます。中世、特に室町時代に入ると、武士の間でも男色が盛んになります。武士の男色は、その始終関係の価値観とも重ね合わせられ、後にこの関係は、主道と呼ばれるようになります。主道とは、主君とそのそばに仕えた小姓の間での男色のちぎりのことです。主道は肉体的だけではなく、精神的な結びつきも重視され、主君と小姓との間の絶対服従の関係、絆の構築のための一種の儀式という認識もあったとされています。室町幕府の歴代将軍も男色を行っており、例えば、三代将軍、足利義満は、能を大成した世阿弥を寵愛し、この関係は芸能の発展において影響を与えたとされています。万人恐怖と恐れられた六代将軍、足利義教は、赤松貞村という武士を寵愛し、彼に領地を加増。これは同族の赤松光助に不満を持たせ、後に義教が暗殺される理由になりました。
戦国時代に入ると武士の男色、特に酒道がますます盛んになります。その具合は男色の趣味がなかった豊臣秀吉が珍しがられたほど。多くの武士たちが妻子を残し戦いに出かけたこの時代、女性のいない環境の中で男性を性的対象として見ることが多くなったのは想像に難くないでしょう。この頃には出世のために酒道を行う者も出てくるようになります。例えば加賀百万石の礎を築いた前田利家は若い頃、主君織田信長と関係があったと言われています。また信長と本能寺で最後を共にした森蘭丸ともそのような関係だったようです。戦乱の世を制し見事天下統一を果たした徳川家康にも男色のエピソードがあります。彼は井伊直政と主導の関係にあったとされています。直政は最終的に徳川四天王と呼ばれるほど大出世しますが、もともと徳川家に仕え始めたのが遅かった彼がそこまでの地位に上り詰めたのは実力以外の事情もあったのかもしれません。他にも戦国最強の一角とされる武田信玄に至っては、我々から見たらなかなかに情けない手紙が残っています。それは信玄が八七郎という故障に手を出したことが思い人の故障源助にバレ、信玄がそれを必死に否定するというもの。甲斐の虎と恐れられていた人と同一人物とは信じがたいでしょう。独眼竜伊達政宗も主導を行っていたことが資料に残っています。そこに記載されている話は、政宗から浮気を疑われた作十郎という故障が疑いを晴らすため自ら腕を刀で突き血でしたためた起承文を送ったなんてバイオレンスなもの。このように形はいろいろあるものの、指導が盛んに行われていたため美少年に色仕掛けさせターゲットの武将を殺害するなんてハニートラップもありました。この時代日本にはキリスト教を布教するためにヨーロッパから宣教師がやってきていましたが、彼らはこの状況に戸惑いを隠せませんでした。例えばフランシスコ・ザビエルは日本人を称賛しながらも許すことができない罪悪として難色を挙げ、ザビエルを保護し布教を許した山口の大名大内義隆が抱える美少年の数の多さに驚き嘆いています。イタリア出身の宣教師アレッサンドロ・バリニアーノは難色について、若衆たちも関係のある相手もこれを誇りとし公然と口にし隠そうとはしないと書いています。江戸時代初期に来日したフランソワ・カロンも、貴族の中には僧侶並みに難色に汚れているものがあるが彼らはこれを罪とも恥ともしないと述べており、この時代の難色文化に困惑していました。戦乱の世が終わり江戸時代に入ると難色は収まるどころか全盛期を迎えます。江戸時代の将軍も足利将軍家同様多くが主導関係を持っており、全15人の将軍のうち7人が主導を行っていたことが知られています。中でも有名なのが三代将軍徳川家光と五代将軍徳川綱吉。家光の方はもっぱら少年ばかりを愛し女性を近づけようとしなかったため、乳母の春日の局が心配したという逸話があります。その結果将軍のハーレムである大奥ができたと言われています。綱吉は多くの故障を抱えており、江戸城に霧の間という男色専用ルームを設け、見た目の綺麗な能役者や旗本の師弟らと行為を行う時も使用しました。綱吉が囲った美少年は霧の間五番と呼ばれ、綱吉はその中でも特に容姿の優れた美少年だけを集めて霧御殿に住まわせました。綱吉のもと幕府で牽制を振るった柳沢義康もこの霧の間五番の一人として知られています。また江戸初期は主導とは別に若衆歌舞伎に代表される新しい形の男色文化が開花します。特に男性を相手にする影間遊びが町人の間で流行。
遊女ならぬ色若衆と呼ばれる少年たちが多数現れ、少年を置いた影間茶屋が繁盛します。影間茶屋は江戸、京都、大阪など大都市に多数あり、江戸では日本橋の吉町や湯島天神門前町、京都では宮川町、大阪では道頓堀などに集中しました。男色は当時の町人文化の格好の題材でもありました。例えば、伊原西鶴の好色一代男。この作品は、浮世之助という町人の生きたもの恋愛模様を描いた作品ですが、浮世之助の経験人数として、女性3742人、少年725人と設定されています。また、男色を作品の題材にしたのは、西鶴だけではありません。当代切手の人形浄瑠璃、歌舞伎作家の近松門左衛門も、男色を取り上げた作品を書いています。他にも、日本史で最も有名な俳人の一人である、松尾芭蕉も、実際に二人の弟子と恋仲だったとされています。このように江戸時代、身分に関わらず、男色文化が全盛期を迎えたわけですが、男色文化は時として、問題を引き起こすこともありました。その代表例が、日本三大仇討ちの一つとされる、鍵屋の辻の決闘。この話は、1643年の時のこと。岡山藩主、池田忠雄のもとに、渡辺源太夫という美少年の小生がいました。彼は忠雄からの寵愛を受けていました。しかし、河合又五郎という藩士が彼の美貌に惚れ、源太夫に関係を迫りますが、源太夫はこれを拒絶。これに逆上した又五郎は、なんと源太夫を殺害してしまいます。殺人犯となった又五郎は脱藩し、江戸に逃亡。旗本の安藤正義にかくまわれます。一方、寵愛していた源太夫を殺害された藩主、忠雄は当然激怒。幕府に又五郎の引き渡しを要求しますが、正義はこれを拒絶し、忠雄を中心とする外様大名と旗本らの争いに発展します。最終的に源太夫の兄、一馬と姉婿にあたる剣豪、荒木又左衛門が仇討ちを果たしました。この話は美談として語られていますが、このような男色関係のもつれから起こる人情事件などのトラブルは、風紀を乱すものとして問題視されるようになり、幕府や各藩で男色の取り締まりが行われるようになります。そして1842年には、影間茶屋自体が禁止され、幕末には公然と男色が行われなくなっていったのでした。しかし、だからといって男色が完全になくなったわけではなく、江戸時代後半以降も、風俗として男色は続きます。例えば、十返舎一九の東海道中膝栗毛では、主人公の矢郎兵衛と北八は男色の関係だったと設定されています。また、葛飾北斎や歌川広重らも浮世絵やその一種で、性風俗を描いた春画などで同性愛を描いた作品を残しました。幕末においても男色が行われていたことが分かっており、あの新選組でも局内で男色が流行っていたことが、局長、近藤勇の書簡に書かれています。ところが、明治時代に入ると男色をめぐる状況は一変します。この時代、日本が先進的な欧米諸国に追いつくため、彼らの様々な知識や技術を取り入れたことはよく知られていますが、それと同時に、同性愛は異常だという考え方も入ってきました。このまま男色を容認すれば、欧米列強に負けない近代国家になるなど夢のまた夢。そんな考えもあったのか、次第に男色文化が不道徳なものとみなされるようになります。そして、1872年、警官罪という罪が設けられ、日本史上初めて男色が違法なものとされました。結局警官罪は1880年制定の休憩法に盛り込まれなかったことで消滅しましたが、明治時代後期には
男色を悪とする考えが強まっていき、さらに大正時代になると男色は病気として扱われるまでになります。ただだからといって、それまで1000年以上にわたって受け継がれてきた男色文化が全くなくなったなんてことはなかったのです。例えば明治時代初期には薩摩藩、現代の鹿児島県出身の男色がよく知られていました。薩摩藩は諸藩の中でも荒々しい戦国の気風と男尊女卑の気風が強く、江戸時代から男色が盛んな土地でした。その盛んぶりは男色を薩摩寿美とまで言われるほど。薩摩の人が書き、薩摩で愛された男色文化も存在しました。それが志津の小田巻。これは薩摩に実在した美少年平田三五郎と、彼を愛し義兄弟の契りを結んだ吉田大倉清家が繰り広げるラブストーリーで、明治の青少年たちの間でも大人気となりました。異性間の恋愛を尊重する気風が高まった明治20年代以降になると、学生寮、軍隊、刑務所など男子のみで集団生活する機会が増えたことにより、そこでの男色が増えます。明治の文豪の一人、森鴎外が書いたウィタセクスアリスには、その様子が描かれています。他にも今では、真面目で実直、男らしいといった意味で使われる、硬派という言葉は、当時の学生の間では、男を愛する質実剛健な男、という意味合いがあったようです。また、こうした風潮は、深刻な事件を起こすこともありました。明治30年代には、白い袴を履いた白袴隊なる集団がいました。彼らの正体は美少年を襲う不良少年で、道行く美少年に声をかけて強引に猥褻な行為に及ぼうとした事件をたびたび起こしたのです。大正時代に入っても男色がなくなることはなく、秘密クラブや談笑といった形で行われました。戦前の時期になると、上野公園や銀座の街頭にも男色は進出、ゲイバーやゲイクラブも出現するようになります。第二次世界大戦が終わると、外相やストリップの流行、言論の自由による性描写の解禁などが起こり、同性愛もその流れに乗って発達します。さらに三島由紀夫の仮面の告白に代表されるような同性愛を告白したり、肯定的に論ずる文学作品も現れます。1950年代に入ると、同性愛者によるコミュニティも発足。新宿では、今の新宿三丁目や新宿御苑付近、新宿ゴールデン街の界隈にゲイバーが多く集まる飲み屋街が形成されるようになりました。1970年代に入ると、欧米で行われていたゲイ解放運動の影響が日本にも波及。1971年には、東郷健がゲイであることを公表して参議院選挙に立候補するなど、同性愛者の解放を目指すゲイリノベーションが広まり始めます。1970年代後半から80年代になると、さらに多くの LGBT 団体が誕生し、差別解消のための活動が活発化。その甲斐もあり、1990年代前後から同性愛者が積極的に取り上げられるようになったり、裁判でも同性愛者の人権が認められ、同性愛者の存在が社会的に認知され始めるようになっていきました。21世紀に入ると、ゲイを公表している議員も誕生。以前にも増して女装、お姉のゲイであることをカミングアウトしたタレントが地上波のバラエティ番組に出演するようになり、今や芸能界のご意見番のような立場にまで上り詰めた人もいます。また、男色を題材にした作品も引き続き作られており、特に BL 小説や BL 漫画は、日本を代表するポピュラー文化として国際的に知られています。2015年4月1日、東京都渋谷区で国内初の同性パートナーシップ条例が施行され、婚姻が法的に認められていない LGBTQ カップルに対して、
地方自治体が独自に結婚に相当する関係を認めました。この同性パートナーシップ制度により、同性カップルはこれまでよりも様々な公共サービスや社会的配慮を受けやすくなりました。この同性パートナーシップ制度は、2023年5月15日時点で313市町村と12都道府県において認められています。2023年6月には、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、いわゆる LGBT 法も成立。この法律では、LGBTQ に対する理解を広めるための施策の推進に関する基本理念を定めました。一方で、この法律に対し当事者団体からは、今の取り組みや理解を後退させる、性的少数者への差別を助長するといった意見もあり、日本における LGBTQ に対する取り組みは、まだまだ課題が山積みと言えるでしょう。今回は、日本における難色の歴史を見ていきました。歴史を振り返ってみると、日本では難色が当たり前の時代が大半でしたが、明治維新を境に相対的にマイノリティになりました。一方で近年の LGBTQ への理解の深まり、その人権も再び認知され始めています。もしかしたら再び難色が当たり前という世の中が出てくるかもしれません。皆さんはどう考えますか？ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。